こんにちは、イヤです。さあ今日なんですけど、今日もですね、準レギュラーの2人に参加してもらってます。ゆうやとかずきですね。でプラス、コンプレッサー TV バドミントン部の、原田さんにも、今回ね撮影に協力していただいてます。で今回もね実況付きで、やっていきたいと思うんですけど、その前にね、まずこの動画撮ったのが、4時間練習した後にいつも動画撮ってます。なんでもうみんなバテバテですね。ほんともう終盤に動画撮ってるんでみんなバテてるし、結構ね脱水症状、僕なんですけど脱水症状になってね、ほんと最後の方は熱中症まで、併発してしまって、もう塩飴がめちゃめちゃ美味しく感じました。もう本当に塩飴あんまり美味しくないはずなのにめちゃめちゃもう美味しいぐらい感じてですね、そんな中動画撮ってましたので、ちょっとねまた見にくかったりすると思うんですけど、ご了承いただけたらと思います。で僕ね、ちょっと新しい編集ソフトを買って、フィモラ9っていうのを買ったんですけど、その編集ソフトを買ったことによってかなり高画質で、動画を撮ることもできて、なおかつその編集で乗っけた後も画質が落ちることなくね、こう乗っけれるようになったので、今回からはかなり綺麗な映像がお送りできると思います。今のですね、カズキの入っちゃったっていうのが可愛かったんで、カズキに乗せました。すいませんね、カズキ、本当に申し訳ない。結構ね、カズキクールなんで、こういうお茶目な一面が見れるのもね、視聴者さん的にはいいかなと思って乗せちゃいました。はい、ということで、原田さんのスマッシュもいいな、これ。で、僕はね、ここ。ほんと下手ですよね。あんだけ、こう、ゆっくりした球が来て、待ってるのに、なんていうんですかね、プッシュが決めれないっていうのは、本当にもう、下手な証拠ですね。あ、ここも、かずきちょっとおちゃめなところに入りましたね。やっぱレシーブが下手だな、本当僕毎回言ってますけどね。で今回ちょっとノックができたので、そのノック動画もね、次回、上げていくんですけど、このノック動画も、これから頻繁にできるように今体育館撮ってるような状態で、8月からノックの撮影ができると思いますので、そちらの方も期待していてください。はい、で次2セット目ですね。メンバー変えてお送りしてます。奥が原田さんと僕で、手前がカズキですね。で、まあ、ナイスショットがこう連発して、あ、これもサーブがね、だいぶ甘かったですね。ゆうやも笑いながら取ってますね。あ、ここもうまいな。相手のね、体勢を見て、ちゃんとこう、無理せず奥にね、ショットを打つっていうのは、本当カズキ、ここうまいですよね。やっぱり強豪出身なだけあるなって感じです。ここはちょっと甘くなって、さっき打てなかったから置いてみようって言って置いたら入ったっていう感じですね。やっぱりこう無理して打つんじゃなくて、こう1個ね置く球も大事なのかなと思います。今みたいに無理せんで打っても相手に取られないような球を出せば、それが別にね緩い球でも入ってくれるので、でここも今もスマッシュも無理せず、カット打ったら相手がスマッシュ打つと思ったので、カットがね、より有効的に決まる場面だったなと思います。おお、ここもね、僕球が高いなスマッシュの。でもそれがね、功を奏してというか、ゆうやがね、打ちにくいところに、打てたんで結果はオーライかなと思いますけど、あれが避けられたりしたらアウトだったかもしれません。まあね、カズキとはね、中学校ぐらいからかな、小学校の時はやっぱ学年が違うんで当たらなかったんですけど、中学になると、カズキは中3の、先輩と一緒にね、ダブルス出たりもしてたんで、その時にね、一緒に対戦したりしてました。その時はね、カズキは小柄だったので、スマッシュというよりかはこう繋ぐ球がメインで、今もつなぎ球がうまいんですけど、もう本当つないで相手のミスを誘うようなバドミントンをしてました。でそのバドミントンで僕がね、打ち込んでも
全然入らなかった僕の2つ下なんですけど、和樹は。で、もう本当ね、中3の時に中1だったのに、中3の僕の球をね、こう軽く返すんで、本当にね、クソと思いながら、バドミントン試合してました。このね、最後の方になって原田さんのストレートスマッシュというか、相手の真ん中を打ち込むスマッシュが、本当にうまいなと思います。さすがですね、本当。で、和樹も負けずにここはね、ストレートスマッシュで、相手の真ん中っていう。ここはいいスマッシュだったんですけどね、本当これ決めたかったな。もったいねー。早いな、和樹。動画で見て早いってやばいっすよね、やっぱり。あんなん打たれたら取れんやん、普通に考えて。はい、ということでね、ここでもう実況も終わりにしたいと思います。で、チャンネル登録ね、高評価、またこの動画がいいと思いましたらよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。